使命を放り投げ、くだらない能力者に無策で突っ込み、無様に切り刻まれた。まあ、私がしてきたことを考えれば、お似合いの死に様か。寒い。寒いな。パパ、ママ、ごめんなさい。でもね、聞いて。 私初めて友達できた。くしゃくしゃの癖っ毛で犬みたいな感じの。そう、ミチルちゃんっていう。え、何してるの？大丈夫、できる。まさか声が出ない。 体に命が戻ってきてるのを感じる。やめて、やめろ。この前倒れたばかりでしょ。絶対に助けるんだ。ナナさんはいい人なんだから。やめてよ、私はいい人なんかじゃない。ひとみさん、力を貸してください。一人じゃ怖いです。 ナナさん、与えられし者化け物と呼ばれ、神の気まぐれか時の痛すらさ、与えられし者だけが知る憂い。望む